菅川高原温泉は、岩手県一ノ関市玄美町、松戸山国有林内にある温泉。栗駒国定公園内、秋田県との県境に近い岩手県側、栗駒山八合目に位置する。源泉名、菅川温泉泉温48から52度 p h 1値2.2強酸性適温症、栓室別適温症、アトピー性皮膚炎、尋常性感染、対等脳異常。 表皮化能症、一般的適応症、筋肉もしくは、関節の慢性的な痛みまたはこわばり、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え症、末症循環障害、胃腸機能の低下、軽症候血圧、体糖脳異常、軽い高コレステロール血症、軽い頭だまたは排、肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる、諸症状、 病後回復期、疲労回復、健康増進。近気症、潜出別近気症、皮膚または、粘膜の過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症、一般的近気症、病気の活動期、活動性の結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など、身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓または、肺の病気、 むくみのあるような重い、腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期毎分6000リットルの流出量を誇り、流出した源泉は、湯尻沢から岩井川に流れ込んでいる。平家湯は、約300年前で、当時場として利用されるようになった。それ以前から、菅川の名称で文献などに登場していた。 昭和33年11月1日、厚生省国時第327号により、新湯温泉と共に、国民保養温泉地に指定された。一軒宿の菅川高原温泉が営業している。大浴場、菅川の湯、高温浴が特徴の中浴場、冷泉との大露天風呂、大日湯がある。宿泊施設から100メートルほど離れたところに、 天然蒸気不可視湯、オイラン風呂がある。旅館部の他に自水部があり、長期の湯時にも適している。栗駒山への登山道が、温泉地から伸びており、登山の基地としても利用されている。2021年8月に改修が行われ、全客室36室の内装が一新された。源泉は、岩手県一の関資源備町、松べ山国有林内を、 流出地とする、菅川温泉が存在し、ここを、泉源とする、温泉施設は、秋田県側にも、菅川温泉栗駒山荘がある。ありがとうございます。